ちょっと、しゃっくりが止まんないんですよ。なんか、朝方一回しゃっくり出て、しゃっくり止まったんですけど。で、またなんか、今からちょっと一杯飲もうかなと思った。またしゃっくりが。飲み出して出るのはわかるけどね。なんかこのしゃっくりの止め方見せたら、あ、なんだっけ、下を引っ張り出して、引っ張ってこうタオルかなんかで下持って、で下は絶対早いっけ、引っ張る、あーってね、痛いかなり。それ30秒やったら止まるって言ってた。マジで止まったかな。すいません。止まった。またいろいろね、見てて思ったんですけど、ゴミを活動されている方々、もちろんすごい素晴らしいことですよ。やらないよりやってる人たちも本当にいいと思う。それをこう子供たちに伝えていってるやつを見せて、まあ、あくまで僕の個人的な、個人的な感想なんですけど、なんかこう、まあすごくこう楽しそうに、まあ楽しいみたいな感じでやってる人たちいっぱい、別にやらないよりはやってるよりもちろんいいんですよ。で、まあちっちゃいガキンチョってさ、ゴミ拾いやってもさ、そう、何が起きてんのって分かってないよ、おそらく。その、もちろんその映像の前に何かあってたらもちろん話は変わるよ。俺はそういうとこ知らないから。ただ俺がその映像だけ見て思ったのは、その、本当にこう、真剣に、まあその人の映像の作りもよると思うけど、こう始める前とかね、もちろん普段の教育とか、まあ人の教育なんか、まあね、俺が言うわけじゃないけども、ただ俺はその人たちじゃなくて全世界に向けてね、子供たちに何が起きてて、今どれだけ危機感がなければいけないのかっていうのを本当に真剣に話してほしい。もちろん学校でもそう。学校で教えないんだったら家庭で教える。じゃないと。さあ今日もゴミ拾いました。楽しいな。いっぱい集まったぞ、じゃあ。何も学ばないよ。何にも変わらない。と俺は思った。ゴミってね、増え続けてるんです。ゴミを10個拾っても100個でも1000個でも増えていってるんです。減らないんです。ゴミをたくさん拾うことも教えることもいいんだけども、そこが重要じゃなくて、ゴミを増やさないこと、ゴミを作らないこと、ここが一番大事なんです。
っとね、しゃっくりしてて、まあ説得ではないけど、そういうことも、なんか湿気やばいな。なんで日本の食べ物ってこんなに美味しいんでしょう。で、一つ気になってることがあってたんですね。以前あの俺も昔やってたんですけども、やってたというかたまにやったことはあった。本当申し訳ないんですけど、ハワイで、ね、あのバーベキューやった時に炭をそのまま水でちゃんと、火を止めて土に戻してたんですけど、まあ良くはない。ただよくその土に帰らないっていう言葉なんかどっかでちょこちょこ聞いたことはあったんですね。でも俺あんまり人が言う話ってあんまり信じないんですよ。もちろんネット上に書いてる情報もあんまり信じないんです。例えばネット上って嘘ばっかりだからね。ネット上って結局人が流した情報をそれを記事にして書く、でそれを見た人間がまた書く、拡散拡散なわけじゃん。間違った情報を流したそれ全部信じんじゃん。世の中そういう情報ばっかり流れんじゃん。全部が間違ってるってわけじゃないけど、俺はそう思ってるんです。世の中間違った情報ばかりだって。止まんないな。でね、ちょっと疑問に思って調べた。間違いだらけの情報の中からいろいろ調べていったんです。そのゴミを例えば拾った人たちが、あ、炭があると、これは土に帰らないと、何億年も土に残りますと、絶対に土に返してはいけないみたいなことを言ってて、まあ疑問に思った。そこでちょっと調べ出したんですね。調べたね。ちょっと待って、こうしゃっくりがね、バーベキュー、まあ炭は土に帰らないって調べると帰らないことばっかりで出てくる。いや、土は帰るって入れるとでも帰らないばっかりもちろん出てくる。基本的に帰らないって言われてるから。で俺はすげえ調べた。そうすると分かってきたのが、でもあくまで 俺が調べた内容だからそれは間違った情報なのかもしれないよ、誰かが書いて。でもいろいろ調べた中ではなんか納得するような情報がいろいろ出てきて、それも調べて、そういう専門みたいな人が喋ってるのを見て、炭は確かに帰らないっぽいんですね。ただね、ここが面白いんです。バーベキューの炭帰らないんだけど、炭の種類にもよる。もちろん炭は全部帰らないんですよ。帰らないんですけど、害がすごくある炭っていうのもあるらしい。
本当かどうか知んないよ、俺が調べた中でね。で、炭は、肥料にも使われるらしいんですよ。これも調べたけど、これは、実際ありました。だから、カリウムだったっけな。炭素だったっけな。多分なんかそういうのを含んでて、結局土に帰れば、土に入ると炭素となって石と同じ成分と残っていくと。っていう書いてる人もいた。だから、肥料として、栄養として土に戻る。だから、要はさ、木も例えば山火事になって燃えたりとかしたら土に帰っていくじゃない。で、それの一部が肥料になっていくわけですよ。で、それも一緒で、木も燃えると入るんだけど、なんていうの、量が増えると栄養が多すぎて他の周りの植物に悪影響を及ぼすとっていう結果でした。調べたらそれも本当かなと思っていろいろ調べたの、そのことだけに追求して、そのことだけに集中して調べたからそのだけの情報が出てきたのか、でもまあそれはそうなのかなっていう感じはした。なんや、炭は別に悪いものではないんです。悪いものじゃないんですよ。ただそれをたくさん同じ場所に、だからバーベキュープレイスとかああいうとこでやっちゃうと、みんながそこに土にもし返していくと悪影響が出て木が枯れたり草が枯れたりするわけですよ。あとは火事になったりする可能性も、ほら消えきってないその炭があったらそこから火が出るっていう可能性もあると。だから必ず炭の捨て場に捨てましょうとか持ち帰りましょうって。だからやって海辺に落ちてあるのも、まあ良くはないよね。実際良くはない、実際ね。だから持ち帰りましょうなんですね。ただ大量になければ害にはならないと俺はまあ内容的には思ったけど、でもまあそういう情報は流しちゃいけないから、やっぱりちゃんとマナーとして持ち帰るというところに行き着いた。ずっと調べた。なんかあんなきゃいけないよ。結構強みね。たまに出るんですよね。一番出やすい時はなんか鼻が詰まってる時。いやそんなめちゃめちゃ詰まってないけど、なんかこう俺ね結構鼻声じゃないですか。やっぱこうどっか詰まりかけのとこなんですね。こうスムーズじゃない常に。だからこうなんかこう呼吸がこうおかしく合わなかったりするとリズムが潰れるとこう呼吸をこう整えると止まるかもしれない。止まってきた。ダメだ。
ぬるい。なんかぬるい。冷蔵庫の調整が変わったのかもしれない。やっぱり見てて、なんかこう人のこうゴミ拾いの動画ずっと見してね。ああ、こういうの例えば見て、ああ、なんか楽しいな、楽しそうな動画だなと思って見てね。おお、ゴミ拾いって楽しいんだと思って、さあ私たちもやりましょうと思う人が増えればそれはいいんですけど、ゴミってなくなんないからね。やらないよりかはいい、もちろん。何度も言ってるよね。そういうのを見てこう改めてこう自分でこうなんていうのかな、勉強になるというか、やっぱりこう一人でね、熱意を持って発信していかなきゃいけないなって、なんか改めてすごく思った。まあなんかこう見ながら、悪いことではないんだけど、なんか違うなと。伝わる人も多分たくさんいると思うよ。それに賛同して、ただそれが教育だとすると、もしそれ以外で教えたら知らないよ、俺はそれ以外では見てないからね、ちゃんとそういう勉強させてんのかもしれないけど、させてなかったら意味がない。もちろんやらないよりかはいいけど、まあ関心を持ってもらうっていうポイントとしても、まあ確かにいいけど、今は本当に真剣に危機感を伝えていかないといけないんです。出るのね、ちょっとなかなかうまく伝わんないけど、まあ確かになんか。マシっちゃマシか。もっと早く、もっと早く、もっとたくさんのことを世の中のクソガキどもに、学校とか家族とか、そういうとこはしっかりガキどもに教えていかないと。経済のこととか勉強のこと、そういうことも、いいけど、そのことを時間を使えば使うほど、その間に地球がどれだけ破壊されてるのか
結局あれなのかもしんないね。地球がどれだけ破壊されようが、海の中でどれだけたくさんのものが犠牲にあっていようが、目を閉じてれば見えないもんね。見たくないものは見なかったら、革製品もバッグも持ちや財布も持ち、靴も履けば、革ジャンも着たり、動物園行ったり、水族館行ったり、競馬に行ったり、解体ショーとかさ、あんなの嫌いなんですよね、俺。生き物に対してね、食べる、俺は食べるけども、生き物をああいうこう、見せしめじゃないけどさ、そういうのを子供たちだって見るわけじゃない。なんか全てがこう間違ってる。だからあるよね、あの、どうだったっけ、オーストラリアだったっけ、あの、解体、刺身も、あの、客の前で、あの、さばいちゃいけないって国あってん、確かね。法律であったんだね、確かね。あ、どこだったっけ、オーストラリアが、なんか どっかそういう、なんかよく聞く名前の国だったような。あとペットショップがね、なかったりとかさ。日本って住みやすいけど、なんか、人間性としてちょっと恥ずかしいよね。そういう人種、文化というか、まあ人類みんな、地球を破壊してるのは間違いない。それがどんな形であろうと、人間が作り出すもの、身につけるもの、全て全部が地球を破壊してる。でもなんかあのどっかの国にあったね、ロシアの近くに、なんかロシア人も近づかないどっかの民族の島があって、そこに近づくとこう槍投げてきて、そこはもう未だに今の文明が入ってないっていう、なんか結構今の人間が入っていくと かなりこう敵を持って近づけさせないようにするっていう前やってたけど、まあああいうやつらの方が、まあある意味素晴らしいよね。そのままの動物みたいな状態で残って、動物っていうか野生の状態で戻ってるのはね。でも少なからず人類も、人類もいくら野生であっても人間の DNA だからね。場所が変われば、同じ進化を遂げていくんです。今回やっぱり今騒がれてるコロナなんちゃらの件見てて、世界中がこうね、いきなり変わったじゃない。このニュース見たら全部そんなんばっかんで。よっしゃ。
あれ一人、ただメディアが取り上げてないだけなのかもしれないけど、なんか おそらくこういう時にそういう例えば学者とかが心の中で発言してても、まあ、世の中には流れないんでしょうね。きっとね、そんな状況じゃないっていう。今は経済を立て直すと、まあ、そこが優先されるわけでしょうね。でもやっぱり一番怖いのは、今この世界中で起きてるこのパニックが就職した時にどれだけ人類がまた暴れ出すのか見ものですね。俺の予想なんですけど、今まで以上に経済発展にすごく力入れていくと思う。ということは破壊も今まで以上に、今はさすごい飛行機も少なくなったり、以前に比べるとマシかもしれないけど、今まで以上に進むんだろうなっていうのは俺の予想です。だからそんな気がする。2倍、3倍、10倍とか。地球はね、何度も人類にサインを送ってるんです。そのサインを無視して より良い社会を作ろうとしても絶対うまくいかない。なんかある学者が言ってたよ、今まで歴史の中で何度かそういうことがあったらしい。なんかウイルスが出てきてすごい人類がすごく激減したことが何度かあったらしいんですね。その人から言わせると、それはすごい経済発展になったらしいんですよ。人がすごく減るということは、食べ物がそれだけ行き渡ると、なんかこう話をこう聞いててなるほどなと思ったんですけど、その人口を一気に減らすことが地球のためだみたいな。だからなんかこう、なんつうの、ウイルステロみたい、なんかそういうのを聞いてて、結局それもビジネスやんと俺は思ったよね。その学者が言ってるやつを見てね。俺が言わすとね、あの経済を良くするためにそうやってウイルステロだったっけ、なんかそんなことやったり、まあやってるのかしんない、たまたまかもしんないけども、そういうのが起きかねないかもしんないじゃない。でも人類はね、地球に生き残ってはいけないよ、一人でも。
海の世界もそうじゃない。海の楽園、また違う世界があんじゃん。海の中、あそこにも人間が入り込んで、海の中を汚染して、化学物質を流して魚を取って、今度は魚を引っ張り出して檻の中に入れ、子供たちに見せ、金取って、とくだらないね。人類はね、まあこういうことをずっと繰り返していくと思う。でもいつかね、いつか僕の希望は、人類がいなくなってまた元の地球に戻ることを願ってます。人間がいない動物たちの楽園に戻ることが一番いいと思ってる。でもそこからも人類っていうものが進化しないように、きょみさん、楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。ちょっとしゃっくりが止まらなくてすいませんでした。